遅えな、エルヴィンの野郎ども待たせやがって。向かいの憲兵団が先に来ちまうじゃねえか。大方クソがなかなか出なくて困ってんだろうな。兵長、今日はよく喋りますね。バカ言え、俺はもともと結構喋る。すいません、俺があの時選択を間違わなければこんなことには。言っただろうが、結果は誰にもわからんと。団長、お前ら。女型の巨人と思わしき人物を見つけた。今度こそ確実に捕らえる。作戦は我々が王都に召喚される途中で通過するストヘスクで決行する。ここが最初で最後のチャンスとなる。目標をストヘスクの地下通路へと誘い込む。たとえ巨人化しても動きを封じて捕獲する。だが万が一その前に巨人化した場合、エレン、君に頼むことになる。目標への接触はエレン、ミカサ、アルミンの3人で行い、他の兵員は市民に扮して周囲に潜伏、目標を取り押さえる。さらに万一に備え、一部の兵士は完全装備で後方に待機、目標の監視を行ってもらう。君はこちらの班に入るように。奴は何をしてくるかわからねえからな、ちゃんと見張っておけ。目標はストヘスクの憲兵団に所属している。それを割り出したのはアルミンだ。女型は捕獲した2体の巨人を殺した犯人と思われ、君たち104期訓練兵の同期である可能性がある。ちょっと待ってください。104期って。その女型の巨人と思わしき女性の名は、兄レオンハート。いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないかな。このままじゃエレンは殺される。ボールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの。いい人か、その言い方は僕はあまり好きじゃないんだ。自分にとって都合のいい人のことをそう呼んでいるだけのような気がするから。だから兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いいや、私は行かない。そっちは怖い。地上行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは、ふざけてんじゃねえ。たく傷つくよ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの、アルミ。兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの。捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には
傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの。今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい。これ以上聞いてられない。雲を、もう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。行こう。僕たちの任務は兄を捕獲することだ。僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。始末してやる。アルミ、しっかり頼むぜ。了解。女型の巨人が逃げるぞ。各地に拠点を設営して逃走ルートを塞げ。ボサッとしてんじゃねえ。行くぞ。任せとけ。なぜここに巨人がいるのだ。巨人がこんなない地に。ありえませんわ。
肉を振りほどきやがった。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。罠を使えば攻撃のチャンスが生まれるはずだよ。そこを狙って奴を疲弊させるんだ。だったちょっとメガタの巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。動ける見てだぞ。準備はできているぞ。さあ来い、メガタの巨人。どうだ。よろしくな。分かったぜ。巨人はまだ動けるようだね。次の拠点の設営を急げ。次だ。何をしているの。早く目方を仕留めなければ。拠点はここだね。
エレン。僕たちの攻撃でかなり疲れているはずだ。一気に決着をつけよう。兄、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。いつもつまんなそうにしてた。くっ、兄を追い込んだぞ。今だ。壁を乗り越える気か。行かせない。これを縛って地下に運ぶ。そっちを押さえろ。君も手が空いてるなら手伝う。ん？頭あそこだけにいたの。もしそうじゃなきゃ、壁の中すべてに巨人が。あなたはニック司祭。あの巨人にニックを当てるな。本格的な修復作業は日没後に行うとして、そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？私は忙しい。貴様らのせいで教会も信者もめちゃくちゃにされたのだ。後で被害額を請求する。ふざけるな。何の真似だ。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか。巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。剣を下ろせ。私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。分かった。死んでもらおう。ああ、
み様嘘嘘冗談ねえニック司祭、壁って全部巨人でできてるの？ああ、いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。怖いな。ああ、来たか。実は君に頼みたいことがある。ストヘスクに与えた被害も大きく、我々はもう少しここに留まらねばならない。そこで君にはウォールローゼ南区の隔離施設にいるミケたちに今回のことを伝えてもらいたい。要は早馬を飛ばして104機を監視してる奴らに今回の顛末をそのまま伝えろってことだ。異論はねえな。いい返事だ。よろしく頼む。この任務を終えたらそのまま施設にいる104機の兵士たちに合流してもらう。念のため全ての装備を整えておくように。準備ができ次第出発してくれ。以上だ。